オンジャス、どうも、サオさんです。というわけで、ちょっと待って、挨拶変わった。挨拶変わったというより、名前がサオさんですなんだったら、自己紹介でサオさんですって言うべきだよね。はい、そういうわけでですね、7万人達成しました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あきみもね、ありがとうね。ああ、ありがとう。サオファミリーがめっちゃ増えてきましたね。これからもよろしくお願いします。それでは本編行きましょう。今回の動画なんですが、総選挙で720位になってしまった、あの悲しき猿について、何？公式 LINE にまたなんか画像付きでリクエスト来てたよ。はいはい、直接リクエストしてくる式のやつね。いや、違うっていいから見ろよ。サオさん、今日ピカチュウレイドをやっていたのですが、マスターボールなどが150個ほど手に入りました。この情報はすでに知っていらっしゃいますでしょうか？ちなみに、夢特性ボルテッカー持ちです。超ラッキーだね。ラッキーだねじゃねえよ。この情報すでに知っていますでしょうかって書いてあるってことは、この人信じてるよ。これ情報とかじゃないよ。募集されたレイドに入った形なので、詳しくはわかりませんが、後で画像も送ります。画像送ってくれるのありがたいっすね。ちょ、見ましょうか。はいはい、ピカチュウを捕まえた。ミラ、タポル、デカキン。ワイルドボールとエレキボール雷。まあ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 、まあ、で問題のやつがボールだよね。もしかしてこれバグなんじゃ。違う、そうだ、うん、任天堂さんではないから今回大丈夫です。はい、以前は申し訳ありませんでした。まあこれどう見てもバグじゃないよね。まあそうですね。まあこれは改造レイドというものです。この改造レイドっていうのが非常に多く出回ってます。なぜかこのピカチュウ、巨大ピカチュウあたりからですね、こういった DM とか公式 LINE での僕へのメッセージみたいのが非常に増えました。ピカチュウレイドの時から。あ、公式 LINE は概要欄の URL かこの QR から読み取ることができます。よろしくお願いします。いやー、これで見直すとね、マスターボール150、ラブラブボール150、ヘビーボール150、ウルトラボール150、ドリームボール150、ダイブボール150も、これガンテスさんも驚きのね、製造能力ですね、このピカチュウ。ケツの穴からボールをポッて出していくっていう、そんなレイドになってるんですけど、まあ、皆さん本当にこれ気をつけてください。で、一応この方からステータスもいただきました。はい。技も普通だし、まあ、巨大マックスで、ちょっぴり見えっぱり。まあ、飛来心持ってて、うん、まあ普通の個体になってるんですね。これあんま詳しくないんですけど、レイド改造さんのレイドのやつってこれ正規扱いになる気がするんですよね。まあ、そこがかなり罪深いかなって思ってます。ピカチュウレイド回ってたら変なレイド見つけましたっていうことで、まあこれですね。で、多分これに関してはまだ剣盾に登録されていないポケモンを出すとですね、こういうアイコンになるんですよね。なんでこれも改造レイドです。まあ、ただこのレイドに関してはなんか改造で出したものに対してオンラインで自分で捕まえに行くっていう、なんかそのほぼ改造に手を出しているみたいな行為になるので、まあ、これに関しては絶対に入らないようにしてくださいっていうところですね。まあ、先ほどの公式 LINE に送ってくれた方とか、あれ150個分のマスターボールどうするんですかねってところで、まあ、多分捨てなきゃいけないんだよね。まあ、それも面倒なので、まあ、必ずこまめにレポートを書いておいて、なんかやばいレイド、結果がやばいレイドだったら、まあ、電源切るっていうのが、まあ、自己防衛になるのかなって思います。では、真面目モードを解除して、一言言います。マジで、オンラインに持ち込むんじゃねえよ、改造を。改造してる方は、オンラインに持ち込まないで、自分で楽しんでください。っていうか、これ法律で罰せられる可能性もあるので、軽はずみに改造さんのものをオンラインに流すのはやめろ。はい、改造中に滅びてほしい人はグッドボタン、改造中の人は低評価ボタンよろしくお願いします。で、こっからちょっとしたお話があるんですけれども、まあ1ヶ月前に僕引っ越し予定していまして、まあ緊急事態宣言が出てしまって引っ越し延期していたんですけども、ちょっと1ヶ月以上の延期がかなり難しい状態なので、まあ、今回の動画を皮切りに僕が引っ越しをしなきゃいけないので、まあ、ここの仕事場が使えなくなるんで一旦。なので、まあ、次の動画投稿が火曜日ぐらいになってしまうかもしれません。はい。応援してくださる方は過去の動画を見て僕を支援してください。めっちゃ金かかります。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。